始まりましたインディーブレインズ、どうも永田川翔です、今回で7回目ですかね、やっていきます。もう早速ね、ゲストの方をお呼びしておりますのでご紹介いたします。テラリンさんです。はじめまして、インディーゲーム開発者のテラリンです。確か1回だけリアルでそうですね、覚えてたんですよ。はいはいはい、確か僕も覚えてます。東京サンドボックスかなんかで。そうだ、今なんかそのゴリラのその絵を見せてもらって、この人みたいな感じで。本当ですか。僕も覚えてますね。確かミサイル、ジェミニアームでしたっけ。どっちだったかな、わかんないけど、そこで同じくその開発環境 の、 そのゲームメーカースタジオを使ってる人がいて、そうですね、と思ってちょっと驚いて。ここが共通点ですね、そうですね。名前なんですけど、これ、はいはい、イントネーション合ってますかね。テラリンさんですか。それテラリン、そうですね、はい、テラリンで。テラリン大丈夫です。なんかやっぱり、そうね、外国人はなんかテラリンテラリンとかやってますね。やっぱそうです。なんかこういうのってなんかイントネーションがちょっとやっぱあんま喋らないんで、どういう感じなのかっていうのを、ちょっと聞いてみました。はい、はい、じゃあ今回はそうですね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まあちょっと最初軽くなんですか、テラリンさんについてちょっと聞いていこうかなと思ってるんですけど、もともと前職とかって聞いても大丈夫ですか。はいはい、ですね、私はもう主にそのシステム開発とか、はいはい、そのあと実は専門職はサイバーセキュリティ関連ですね、よくあるサイバーアタックとかあるじゃないですか。マジですか。あれの対策やってる人なんですね。でそれをメインに仕事を していますと。その中でまあちょっとなんかちょっとここ5年ぐらいは、はい、趣味でゲーム制作をやってたと。もともとそのそういった仕事やってたんで、はいはい、なんですかね、 IT とかそのプログラミングとか、うん、そういった知識はもともとあったので、はいはい、まあ、そういうの使って何かできないかなと、ゲーム作れるかもなとな軽い気持ちで、ゲームを作ってるという感じですね。今も続けて、その今もそうですね、一応やってますね、はいはい、じゃあ仕事しながらゲームを作って何本もリリースしてるんですか。そうですね、はい。すごいですね。実はちょっと会社辞めちゃったんですけど、ただまあ辞、はい、めちゃったんですけど、はい、ただまあセキュリティの仕事はまあいろいろできるので、引き続き、やってる感じですもん、はい。なんかあんまりなんですかね、人気じゃない気がしてて、結構仕事いっぱいありそうな気がするんですよね、うん、セキュリティの仕事って。そんなことないですか。仕事は、はい、そうですね、需要はありますね。ですよね、困らなそうな感じは確かに。ありますね、うん、そうですね、はい、比較的、はい、まあ、うん、そうです、困らないというか、そうです、どこでも需要があるので、なんとでもないみたいな、そんな感じはあります、ね。でもなんかそれはなんかこう、なんですかね、やっぱ、はい、インディーってこう、なんか仕事なくなると、ちょっとなんかリスクがすごいでかいみたいなイメージがあるので、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、それあると思うんですけど、で会社辞めるってみんな驚いたんですけど、まあ、セキュリティのことをなんかやってればなんとかなるかなぐらいの、まあ、はいはい、軽い気持ちと、あとやっぱりゲームちゃんと作りたいなっていうのもあって、うん、で、まあ、だったらちょっとやってみるかということで、いいですね、今やってますね。いや、もうだって何本も出てるじゃないですか、もう、作品が。まあ、そう、それは、そうですね、数大きでいいって話ではないんですけども、そうですね、ちょっとそれは、なんていうんですかね、割とスピード速いのは自分の持ち味だったりするので、いや、本当そうですね。そこはちゃんと生かそうかなと思って、はい、で、作ってれば、まあ、打作でもだんだん次は良くなっていくかなっていう、うん、そういう考え方で作ってますね。はい、すごいですね。じゃあちょっと、作品、最近こうリリースしました。はい。レイジングブラスターズです。そうですね、はい、レイジングブラスターズ。これについてちょっと、聞いていこうかなと思うんですけど、はいはい、特徴的なのってありますかね。そうですね、このゲームは実はあんま特徴がなくて、あ、そうすごく普通のシューティング作ったんですね。で今まで結構いろいろ作ってきて、はいはい、なんかそのオリジナリティってどうだろうなってすごく、どうやってオリジナリティ出すのかなってことを結構考えて、はいはい、作ってて、で昔そのミサイルダンサーっていうのは、うん、その
ミサイルに特化したシューティングっていうことで、一切この敵弾が出てこないです。ミサイルだけっていう。敵の攻撃もミサイルだし、磁気の攻撃も、まあ、基本的にミサイル。そういう、まあ、ちょっと特徴つけたゲームばかり作ってたんですけども、まあ、一旦それも振り終わったところで、もっとシンプルに、もうスタンダードな作りたいものを作ろうっていうので作ったのが最新作の、レイジングブラスターズになりますなね。るほど。実はちょっと、スイッチ版は遊んでないんですけど、スチーム版は遊びまして、あれ、一ありがとうござ緒、います。別々ではないですよね、なんか。ちょっと改良した点とかあるんですか？そうですね。まず見た目のところでグラフィックを全部差し替えてまして、これ実は私が、スティーム版は私自身で書いてるんですけども、スイッチ版はスイッチへのリリースということなんで、パブリッシャーがついて、で、グラフィッカーも紹介してもらったので、その方に全部差し替えてもらったっていうので、もう全然見た目が刷新されています。そうだったんですね。すげえ。もともとあんまりグラフィック得意じゃないので、まあそういう意味では、絵を描いてくれる人がいるっていうのがすごく、助かるんで、その自分の弱点を克服するために、まあそうですカバーね。してくれるっていう意味では、すごく良かったなと思いますけどね。なるほど。なんか、そのこだわりといいますか、なんか工夫したこととかってあったりしますか？そうですね。まあ、三作、実はスイッチ3作目ということいや、で、それがやばいですね。で、なんですかね、結構ノウハウもいろいろ溜まってきていて、例えばそうですね、オンラインランキング、これ、結構スイッチでやるの大変なんですね。スティームだと割と簡単にできるんですけども、スイッチは結構ハードル高くて、でもまあなんとかしてやりたいということで、で、過去作まだ対応してなかったんですけど、まず最初に過去に出したミサイルダンサーとあとジェミニアウスというゲームなんですけど、まずそこをアップデートで、オンラインランキング対応させようと。それは実はまあちょっと、まあ、本編はそのレイジングブラスターでやりたくて、なんでちょっと過去作でちょっとまずやってみて。面白いですね。で、うまくいったんで、よしということで。まあ、やってそのレイジングブラスターズは、そのリリースと同じタイミングで、ちゃんと、オンラインランキングついていると。なので、もう一斉にどんで、みんなでこう競い合ってもらえる。そういう環境ができたっていうのが、まあ、こだわって、ちょっとそれです。スケジュールかなり遅れてしまったんですけども、そこはこだわったところですね。やっぱりランキングってやっぱ重要ですか、そのシューティングにおいて。ルーティングは重要だと思いますね。なんかシューティングってすごく単純なんで、やっぱりその繰り返しプレイでそのスコア争うっていう要素がないとすぐ飽きられてしまうっていうのもあると思うんですよね。だからやっぱりそこで競い合えとなると、より盛り上がるっていうか、意味では重要かなと思いますね。なんかこう、スコアの稼ぎ方みたいなのって、やっぱり最初は考えてたりするんですか、なんか。そうですね。いろんなテクニックを使えば、より稼げるではないかとか、そういうのをこう仕込んでおくっていうんですね。そういうのはやってますね。なんか、まあ、ネタバレになってしまうかもしれない。具体的にとかってなんか思ったりします。まあ、ネタバレな、なんそうでかす聞いたね。人が、もしかしたら、あ、そんなのあるんだってなるかもしれないですけど。シューティングって、そうですね。まあ、このシューティング、ちょっと多分、高橋さんの世代じゃない。まあ、そうですね。結構古い、シューティングっぽいんですよね。ファミコンとか、PC エンジンっていう、昔のゲーム機があって、その頃に流行ったようなゲーム、シューティングゲームを、なんていうんですかね、リスペクトして、言ってるんですけども、いかにそう敵を早く倒せば倒すほど次の敵が出てくるっていう、こう、仕組みになっているので、どんどん倒していくと、前、
積極的に敵を倒すと、はい。次の敵が出てくると。で、あ連続して敵を倒していくと、さらにこうスコアがどんどん上がっていくっていう仕組みが入っているので、とにかくその間を空けずにこう、繋いでいく、破壊し、敵を倒していく、間を空けずにやっていくと、どん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 スコアが上がると。そこをちゃんと意識してやっていけば、もう大きくスコアが上がるというなる仕組みにほど。なってますね。あ、じゃあ敵倒すまでは出てこないってことですか、敵は。あ、そうなんです、そうなんです。あ、あ、もう基本的にはそうですね。ちょっと厳密に言うと、制限時間を設けてまして、一定の時間内に倒すと、そのタイミングですぐ出てくるんですけどなるも、ほど。その時間をオーバーすると、次が出てくるっていう、そういう仕組みになってますね。なんか僕すごいこうなんかツイッターとか見てると、なんかゲーム配信とかよくやっていて、なんかそのああ、古い昔っぽいゲームをよくやってるイメージそうがです。あって、昔の、あれは、そう大好ですね、きちょっなんでと、すよ、これ。好きだっていうのもありますし、やっぱりその、シューティングって、なんかやっぱりそんなに今メジャーじゃないじゃないですか。そうですね。ちょっと廃れちゃってるんで、でも、その中でもやっぱり本当にシューティングファンをなんとかこう、集めたいので、私の考えとしては、こうやってツイッターで使って、そのレトロなシューティングとかやってると、大体そういうの好きな人が集まってくるじゃないですか。そこで、関係作っておいて、もしかしたら私のゲームともちょっと、興味持ってくれるんじゃないかな、みたいな。なるほど、そのそうなんいう、か、そうですね。研究だけではなく、そうですね。じゃファあ、ン獲得のための活動の一環みたいななるほど、なるほど。いや、こ全とも然、やって、もう、いい作戦だと思います。結構多い、なんかやっぱツイッターってそもそもそういうふうに利用されてるような感じそうですがね。多いので、そうですね。で、なんか、なんですか、メジャーじゃない、ゲームって、なんかこう、みんな探してると思うんですよ。自分、なんか、なんですかね。マイナーなものって集まりたくて、やっぱ語りたいっていう、なんかそういうのがあって。なんそうか、なんですね。みんな探してると思うんですよね。そ探してるんでの、すよね。僕もその、なんていうんですかね、その、ゲームの話とかじゃないですけど、開発環境とかで、やっぱそのゲームメーカーを使ってる人、やっぱ探したいというか、そういうのがあっわて。かります。で、そうなってくると、なんかもう、すでに、めちゃくちゃ使ってる人とは大体つながってるみたいな状況になってて、やっぱそれって大事なのかなとは思いますね。そうですね。自分からこうなんか発信していくっていうことはありますね。で、なんかやってると、意外と、なんか、シューティングゲームは、その、日本でなんかあんまり流行ってないなと思いながらも、意外と海外では、まだ根強いファンがいるってことに気づきまして、そうなんですか。で、そうなんですよ。だからツイッターでたまに英語でいろいろ発信してると、そこに、外国人の方が乗ってきてくれたりして、で、仲良くなって、今度はその海外の方との、そのシューティングの、コミュニティが、ディスコードとかあるので、そこに呼ばれて、そこでまた、こう、繋がったりとかして、そういうのは結構、なんですかね、ファン獲得のために、すごい重要な活動になってるな、というふうに思いますね。いいですね。英語はいけるんですか？なんか。英語は、そこそこいけます。なるほど。いや、もうそれ最強ですわ。英語はやっぱ重要ですよね、開発羨ましてしいも。なとはちょっと思いますね。すごいですね。なるほど。で、現状、その反応的には、どうなんでしょうかね。過去と比べて今、最新作が一番反応おお。は良いかなとは思います。反応が、薄反い。応良いですね。良いですね。良かったです、それは、本当に。良かったです。なるほど。なんかこう、うまくいったことってあったりしますかね。そうですね。これは、Steam で出した時の話なんですけども、テストプレイを募集しましたら、それこそまた外国人がたくさん、なんか、結局なんか9割ぐらいが本外当です国か？人の方 意外そな。れで、そうなんですよ。で、積極的に、彼らすごく積極的で、いろんなフィードバックくれて、で、
やって、2ヶ月ぐらい確かテストプレイやって、それで確かに、もう、ご指摘の通りだなっていうのが結構あったので、それでかなりブラッシュアップされたっていうのは、まず大きな良かった点ですね。それって募集はツイッターとかですか？ツイッターです。英語で呼びかけ、テストプレイ呼びかけたら、バーって集まってきて、って感じですね。いいっすね。そうなんですね。で、その流れでですね、実はさらに、シューティングゲームなので、大会開くっていうことで、スコアアタック大会を、アメリカ人の、YouTube で、配信やってる方が、主催してくれまして、それで、キャラバンって呼んでるんですけど、そのシューティングのスコアアタック大会をディスコードで開いて、かなり盛り上がっていただいたっていうことで、これも本当良かったないと思いや、ます。なんかやっぱ世代じゃないのか、ちょっとびっくりしてるんですけど、シューティングゲームの大会ってあるんですね。あ、あるんですね。昔実はあったんああ、ですよ。そうなんですね。そうなんですよ。ファミコンの時代とかに、やっぱ、シューティングゲームの大会っていうのがそうなんですか。ありまして、そうなんです。大会、なんか対戦ゲームのイメージがすごかったんで。そうですね。対戦ではないんですけど、スコアアタックですよね。面白いですね。そんなのがあるんですね。構盛り上がるんですよね、あれが。そういう、だからやっぱりその海外で巻き込むと結構面白いなっていうのは最近の気づきですね。それも、そう、日本よりもなんか、海外なんですね。なんか、日本のイメージがすごく強かったんで、やっぱ、東方のイメージがすごく強くて、シューティングの。ああ、日そう本、ですよね。すごい盛り世上が代っ的にて、そうですよね。そうですね。やっぱ昔のそのシューティングゲームはすごく良かったのか、今でもかなり影響を受けそうてでるすね。と。海外勢はそうですね。日本の昔のシューティングをことをよく覚えてるらしくて、そういった似たようなやつをちょっとずっと探してみたいですね。なるほど。そこはなんか需要がありそうですね、確かに。そうで面白すいですね。ね。実はちょっと興味あるんですよ、シューティング。作りたいなってちょっと思ってて。ああ、ですか。ちょっと 興味がある。なんか、なんですかね。あんま進化してるんですか、最近。僕、最近のシューティング、なんかこう、大きく尖って、なんか、まだ現れてない気がしてて、すごいのが。そうですね。あまりこう、大きな変化はないように見えますよね。なんか、まあ、で3D にも、行ったりしてるっていう。そうですね。結局、3D になって、FPS がそのそうで進す化ね。系なのかもしれないっそうでていすうね。のはありますよね。なんか、まあいわでゆるも、2D のシューティングが、じゃあ、多分、あまり人気出なくなってしまったっていうのは、やっぱそれなりに理由があると思うんですよね。そうですよね。ここは、やっぱりあまり見た目も変わんないし、ゲーム性もあんま変わんないんじゃないかっていうのが、正直あったと思うんですよね。でもまだ、作ってる身からするとですね、意外とまだ、なんていうんですかね、奥深さみたいのがあって、パッと見は変わんなくても、なんていうんですかね、やっぱり、シューティング好きでも面白いなと思うのはやっぱ面白いし、ちょっとつまんないなっていうのは本当つまんないですし、そこの差って何なんだろうなってことを一生懸命考えながら作ってると、なかなかまだ面白いなと、作ってても面白いなと思いますね。いいですね。スイッチ、スチーム版のやつをスイッチに、移植、したんですかね。なんか、それって自分でそうですもね。うやったんですか？それとも。移植はもう全部自分でやってます。高橋さんも、ゲームメーカースタジオを使ってますけども、GMS は、ノウハウを持ってる人って限られてるじゃないですか。そうですね。で、かつ、じゃあ、スイッチへの移植となると、パブリッシャーとかにも経験もないというとこなんで、もうやるなら自分でやるしかないんで、周りもじゃあ、GMS 触ってる人はいるけど、さらに GMS でスイッチ出してるって言うと、さらに限られいや、て本当できますよすね。よね。だから、もう、やるって決めてからは、もう、
もう全部自分でやるんだって覚悟を決めいいって、すね。で、もうひたすら調べて、その、まあ、ヨーヨーゲームズの情報と、任天堂が提供してくれる情報とこう、付き合わせながら、いろいろ、ああ、こうだ、試してみるっていう、まあ、そんな感じで、まあ、自分で移植しましたね。まあ、でも意外とそのヨーヨーゲームズがかなり対応が良くて、本当ですか。彼らかなり頼りになって、質問したことに対しては、もう方法、しっかりと答えてくれましたね。おそらく、まあ彼らはその、グローバルに見れば、その、ニンテンドースイッチの対応ってたくさんやってるので、確かにそうですね、彼らはノウハウを持ってるんでしょうね。ね。すごいですね。やっぱプログラムはすごい強いイメージがありますね。まあそうですね、もともとの仕事上、そういうバックグラウンドなので、そうですね、プログラムは強みだとは思いますね。あやっとぱなんそ、かそのはい。そうですね、セキュリティとかやってるので、なんですかね、いわゆるそのハッカー的な考え方ってのは持ってまして、例えばその世の中そのいろんな問題があったとするじゃないですか。それに対して、まあ、必ず技術でその、なんですか、解決できるって一旦考えるっていう、そういうなんか考え方が、その、あるんですね。で、だから必ず解決できるって一旦考えておくと、なんていうんですかね、なんていう、やり、や、なん、能動的に動けるっていうか、なんていうんですかね。いや、なんか、わかります。なんか、その、もう無理だと思っちゃうんで、僕とかは。無理だと思っちゃうんで、まあ、一旦ちょっと考えてみるっていうのは結構重要かもしれないです。そうなんですよ。もしかしたらダメかもしれないんですけど、一旦考えてみるとすごく重要そうですね。で、で、大体その開発者が困るような、詰まるようなことって、他の人はすでに経験してるじゃないですか。そうですね。世の中の。であれば、ちょっと調べ方が足んないだけで、必ず解決できるっていうふうに考えられますよね。確で、か実に。際、そうなんですよ。詰まったことをこうやって調べてると、大体同じ問題にぶち当たってるんですよね。ああ、見つけたみたいな感じで。そうですよね。いや、なんかまあ、僕もちょっと最近思ったのは、なんかもうめんどくさいだけみたいな感じ、なんかなんですかね。できないというよりも、めんどくさいが勝つみたいな ことが多くて。そうなんですよね。いやー、確かにそう思います。いや、なんかこう各種、Steam、まあ、あとスマホもなんかゲームが出てましたよね。スマホとも。そうなんです。初期の頃はスマホで出してまして。それはやっぱりその、より多くの人にこう、なんか、遊んでもらうっていうのはやっぱスマホだろうなっていうのまあ、でで、すよね。やってみたんですね。そっちょっとから、私でもそれ全然うまくいかなくて。まあ、いわゆるそのスマホゲームって、いわゆるなんですかね、基本無料で、まあ、広告出して、まあ、プラスまあ課金するとかっていうスタイルじゃないですか、そうです基ね。本的には。なんかやっぱりちょっと私はその古いタイプのですよね。ゲーマーなので ゲーマーなので、なんかそのスタイル、ちょっとどうも受け入れられなくて、変にこだわって、有料、買い切りです、有料ですとかって出してたんですけども、やっぱ厳しいですね、そうですね。なんか商売層、的には。そのシューティングとか好きな層もあんまり、スチームとかの方がくやっないてです。る。もう絶対数少ないですしそね。うですよね。なそうんで、なんですちょっね。と厳しいなっていうのもありますし、その中で、本当はスマホじゃなかったんですよ。やっぱり、コントローラー使った普通のゲーム作りたいっていうのがあったので、で、そんなこと考えていたら、Steam ですね。Steam が、個人でも出せるっていうような環境にだいぶ変わってきたと。いうところで、こう、いや、じゃあ、これから Steam だと。ということで、切り替えてみたっていう、そういう経緯がありますね。なんかその結構いろんな開発者さんに話聞くと、やっぱみんなこの Steam の個人で出せるみたいな話になった時に、じゃあ Steam 行くかみたいな人が多くて、なんかその宣言がやっぱでかいんですね。大きいですよね。なんか、
2年前ぐらいでしたかね。いろいろネットで調べたら、まあ、個人でも、出せるっていう情報がちらほら出てきていて、実際のその申請方法とかも、調べたら出てきたりとか。それで、よし、これからもう Steam だみたいなね。いやー、も張り切っう、て。じゃあ、なんかこう、多分高橋さんもそうだと思うんですけそうですど、ね。その Steam の権限取れたとき、めちゃめちゃ嬉嬉ししくいでなかったすですね。かえ、結構あっさり取れちゃって。ね。ちょっとなんか、そうですよこんね、なあっそうさですりよ系ね。そう、そう言ってましたね。こんなあっさり系なんだと思って。僕もその、スイッチの権限実はちょっとだけあるんですけど、ああ。結構大変だったんで。バトルーン、あ、そうで、バトあれルーンですで、ね、でしまあ、たっちょけ。ろっと、そうです、ちょろっとだけ、まあ、ただ、ほぼほぼ任せてたところもあったので、あんまりがっつりと自分一人でっていうところはやんなかったんですけど、今回自分一人で、こう、まあ、スチームも実はちょっとやってたんですけど、まあ、パブリッシャーかなんかに任せてたんで、あんまよくわかんなくてなくて、でも実際やってみたら、結構あっさりいけて、そうですあ、よこんなね。感じなんだっていう。本当に誰でも出せる。Steam でやったーって感じなんですけど、まあ実際には当然 Steam の中、もう大量のゲームがあ、そうですよ出ていね。て、ものすごい競争が激いしいっやー、ていうそ世れ界はだったほんとの。そうです。そうですよね。やっぱで、す、あの、まあ、まだ現状どうなってるかわかんないと思うんですけど、やっぱ Steam と Switch だと、なんかどっちの方がいいとかってなんか、やっぱありますか、今。その露出の仕方では、やっぱりスイッチが出すと、一気に知名度は上がりますよね。そういう意味では違いますね。ただ、私結構スティーム好きでして、なんでかっていうと、結構フェアっていうか、公平性があるっていうか、スティームの中で、ちゃんとチャンスは用意されてるっていうか、感じるんですね。例えばリリースしたらちゃんと、ちゃんとトップにこう、ページに出てきて、ちゃんと見れるチャンスを与えてくれたりとか、まあ、大きな更新しとか、セールになったらちゃんとそのセールのとこポンと乗っかったりとか、ちゃんとチャンスは、与えてくれているので、と公平性があるし、あと、いろんなツールが用意されていて、ユーザーとのコミュニケーションを取るような、そのいろんなツールとか、あと、なんだっけな、キュレーターにそのレビュー書いてもらうための機能とか、そういったいろんなその、なんですかね、中でそう活性化させるためのツールが、Steam は用意してくれているので、確かに。それはすごくいいなと思うんですよね。全然活用できてないですね、まだ。僕。あ、多分これからですよ。そう、これだから、から。これからですよね。あ、そのなんかまあ、基本的にリリースした後とかもずっとなんか継続して何か、そうですよ続けね。ていくってそ感じですれ、よね。上手い人はちゃんとやってると思いますね。ですよね。やっぱユーザーを巻き込んでこう盛り上げていくっていうのはすごく重要だと思うんです。そで、の、Steam は、そうなんです。Steam、そういうツールがすごく準備されてるんで、もちろん、ゲーム1本出すたびに大体1万ぐらい払いますし、まあ、全然安いものですし、ですよね。あと、なんですかね、売れた時の、スティーム、バリュー社の取り分も、そんなに高いと思わないですし、提供されてくる機能考えれば、全然、なんていうか、リーズナブルかなと思いますですね。確かに。ね。すごいですよね。なんで、まず、なんで、Steam は、ちょっとこれからも、スイッチも出してますけど、Steam もちゃんと、なんていうか、大切にできたいなとは思うんですよね。すごいですね。それ個人でやってるってのが、まあ、でも大変ですよね。大変ね、大変ですよね。なんか本当、ゲーム開発者って本当、ゲーム作るだけじゃないですよそうでね。すよね。大変だと思うんですよね、すごく。でも、それでも本当、スピード速いなって思うんで、すごいいな。やなんー、なんか、か、そうですね。どれがやれる大か。変ですか？
やっぱりどうやって知ってもらうかっていうのは本あ当今でも分かんないですね。あ。最終的にはやっぱりそのメディアに取り上げてもらわないとなかなか厳しいなってのはありますし、でもその待てたってしょうがないですし、なんか自分で発信できるのはどんどん発信したりとか、だから高橋さんがやってるような、そういう、今やってるこういああ、うこれですか。メディアとか、自分でこう主体的にやってるっていうのは本当すごいなと思いますね。いや、そう、なんか、あんまり、こんなんですかね。これも、YouTube とかでやっぱ他の業界の方たちはこういう感じのことやってるんですけど、ゲームあんまないなと思って。ああ、確かに、ないですね。しかも、そのインディーゲームで、そうですね、ちょうど。っていうのはないですよね。まあ、最近ちょいちょい増えてきてるっていうのはあるんですけど。そうなんですか。ちょっともう、なんか、最近、YouTube でゲーム開発 YouTuber みたいなのがちょっと増えてきてる印象があります。やっとそういう時代にそれ少上しず位、つ。そうですね。もうなってきてますね。もうみんな YouTube とか、やっぱ活用してきてるっていうのはありますね。やっぱり、なんかその、なんていうんですかね、そのパブリッシャーとその契約しても、あんまりちょっと気をつけないですね。言葉遣い気をつけないといけないんですけど、なんていうんですかね、その発信力って別にその、パブリッシャーだから大きいってわけでもないような気がするんですよね。なんか、やっぱり、そういう、なんていうんですかね、その自分でちゃんと発信力を持つとか、ユーザー設定を持つとか、そういうのをどんどんやっていかないとダメな時代なのかなっていうふうに、ちょっと思いますね。そのゲームがめちゃくちゃ多いんで、そうなんですよね。もう本当にまさにそのみんなやっぱスチームで個人で出せるみたいになったとか、それでもう同じテラニさんみたいな、まあ僕みたいな人がどんどんやっぱ増えて、そうですかね。つスイッチでも出せる時代ですから、まあもうどんどんゲーム出て、その中でもやっぱり目立たないといけないという、大変ですね。大変なんですよね。本当ですね。やばい。頑張らないとですね。レイジングブラスターズにて結構面白い話聞いて、次ちょっと開発に関してちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、開発環境はゲームメーカースタジオ2。そうですね。これはなぜこれにしたとかって何かありますか？そうですね。そうですね。まあ、開発ツールとして言えば、ユ Unity っニてティですよね、言いますよね。まあ、Unity もすごくいいツールだと思いますし、書籍も多く出てますし、そうノウですよハウね。も、めちゃくちゃありなんまか、すよね。共有しやすいじゃないですか。で、3D ゲームが作りやすくて、ただ、2D も作れるけど、ちょっと多分コツがいるっていう感じじゃないですか。ですね。で、あと、メリットとしては、多くアセットがあって、それを組み合わせて作れたりとか、そういった、あとは、マルチプラットフォーム対応とか、いろいろいいとこあるんですけども、基本的には自分 2D のゲームを作りたいっていうのがあるんですね。3D も魅力的ではあるんですけども、やっぱ 3D、軸が1個増えるから、より、なんていうんですかね、このゲーム性を考えたときって、すごく難しくなるじゃないですか。それを活かせるだけの、じゃあ自分の技量があるかっていうと、多分まだなくて、だったらもう少し、2D って軸の中で、いろいろゲーム性を考えた方が、なんていうか、考えやすいし、おそらく自分の中では、納得いくゲームを作れるんじゃないかなっていうのがあって、まず 2D だなと。というのがまずありますと。で、調べたらゲームメーカースタジオ2っていうのがあったと。日本ではあんまり、メジャーではないですよね。ですよね。でも、世界的に見たらかなり普及してますし、そうなんですよね。有名なゲームって、ダウンウェルとか、そうですね。アンアンダーダーテイテルイでルすとか。か？ありますよね。ヒット作も出てるというので、そういう意味ではすごく、普及してますし、ゲームメーカースタジオは普及していて、実績のあるものなんで、2D に特化、割と特化してるということなんで、これ使う、これ使う、
な、もう、せしかない、ないよなっていう感じがしますよね。ああ、なるほど。ただ、まあ、欠点としては、その、日本語の情報が少ないと。だから、日本人使ってる人少ないから、横でこう、の情報の共有とか、ノウハウの共有ができないよねとか、そうですね。あるんですけども、ただまあ、そこさえ乗り切ってしまえば、実はその、なんていうんですかね、情報って、結局は、英語の情報が一番多いじゃないですか。ユニティも多分そうなんでまあすけそうど。ですね。だから、結局英語にたどり着くので、だったら最初から英語でこう調べれば、いいんじゃねと、いうのがあるいやもうそうのだと思いまで、す。はい。だそうですからね。別に、日本語情報ないっていうのは別にデメリットとして考える必要ないんじゃないかなと思うんですね。で、2D ゲーム作りやすいですし、かつ、その、なんですか、軽いじゃないですか、すごく。ああ、そうですユね。ニティに比べてめちゃめちゃ軽いし、もちろん、ね、マルチプラットフォームにも対応しているというので、まあ、自分にとっては、やっぱ 2D 作るから、ゲームメーカースタジオだなというふうに思いますね。そうですね。もうなんか楽しいですね、僕も作ってて。そうですね。で、結構、やっぱり僕も使えた理由っていうのは、やっぱり英語で調べたことですね。いや、それが必須ですね、やっぱり。で、こええ、それ、うなんかまあ、プログラムだけじゃなくても全部そうなんですけど、絵とかも。もうです。やっぱ英語で調べるっていうのが、もう今は必須かなとは、確かに思いまそうすだね。と思いますね。最悪翻訳できるじゃないですか、その。できます、できます。そう。ってなってくると、確かにデメリットじゃないですね、なんかそこら辺は。メリットじゃもないでう、ユすね、ニ全ティも然。僕結局最終的に英語で調べてたので。そうなんですよね。ですよね。全然情報量多いです多し、いですね。有益な情報も英語の方がたくさんあるので。ですよね。で、結構なんか、英語の方がコアな情報あるじゃないですか。そうなんでめすちゃよ。くちゃ細かい。なんか、別にね、会話するわけじゃないですし、全です然ね。英語いけますよね。いけます。調べる力っていうのは結構大事だなって僕も、大事ですね。思いますね。いや、むしろ、スチームとかで出すときに絶対必須じゃないですか。必須ですね。確かにそうですね。そうですね。あともう一つ、観点があるんですけど、そのゲームメーカー使ってるっていう観点はですね、なんていうんですかね、希少価値の高い、情報、知識を持っていくといいんじゃないかなっていうのは、自分の中にありまして、ユニティの技術者ってたくさん日本にいるじゃないですか。ああ、います、います。でも、じゃあ日本で、じゃあゲームメーカー分かってる人っていますかって、少ないじゃないでいすや、か。もう数えるほどだと思いますよ。で、一応、その、ツールとしては世界的には、かなり有力なツールじゃないですか。だから、そういう意味では、日本国内において、希少価値の高い、っていうことになりますね。知ってると。本当ですね。それってすごく、自分の中では重要なんじゃないかなと思って、で、例えば私もシステム開発の仕事をやってて、で、セキュリティって仕事の方にちょっと、より重視したのは、セキュリティ技術者は、より希少価値が高いいや、本当ですね。からなんですよ。そう食いっぱぐれないっていう感そうじでです、すそうですね、そうですね。だからゲーム開発と違うかもしれないけど、でも、面白い選択肢だと思うんですよね。そういう、ちょっと、なんですか、みんながやってないことをちょっとやるって知識を持つっていうのが、ちょっと面白いと思うんですよ。いや、わかります。もうめっちゃわかります。僕、全然関係ないですけど、スマブラとかでも、みんなが、スマブラってゲームが格闘ゲームというか、いろんなゲームがあるんですけど、みんなが使ってて有名なやつ使い始めた、僕はマイナーな意味不明、プリンとか使うんですよ。かぶりたくないというか。そういう感じなんですよね、わみかんりなまがす。使ってるとなんかこう、もう、なんですかね、その流れ逆を行に、きたくなるとか。逆、そうなんですよね。なんかそういう性格みたいなのがあって、それはすごくわかりますね。なんか今だと、インディーゲームってなんかもう、すごく有名で、
なんかもうみんな今流れに乗ってる感がちょっとあるんですけど、多ん。分僕が前ですかね、まあ、なんか任天堂の忍律とかもなくて、まあ、本当に、まあ、ちょいちょいいる感じなんですけど、あああ、の頃だからこそ確僕かに、多分目確指かに。そうかなと思って、多分今だったらああ、なるほど。もう遅れ遅いんじゃねみたいな。なるほど、なるで、なんほど。かちょっと、確かに、時期って、インディーゲームなんて、全然言われてなかったですよそうでね。すね、言ってなくて、メディアもなくて、今、なんかその、YouTube なんか、最近あった、プレイズムさんがやってるあんなような紹介もなくて、本当超マイナーで、むしろだ一から人こそ、で、結構、チャレンジングだと思って、そうですね、いや、来たんかですっこいいなって、誰もやってないし、いいじゃんと思って、よ。なるほど、なるなんかほど。今だったら、もしかしたら僕は違う、思い出かもしれないっていう。かもしれないです、僕が。結構やっぱそれってありますね。なんか、少ないからこそいいというか。あれはそういう選択肢って面白いと思うんですよいや、ね。そうですね。なんか自分で道切り開いてる感があって、僕、すごい好きで。もしかして逆に、めちゃくちゃみんなゲームメーカー使い始めたら、ちょっとしょげちゃうかもしれないですね。なんか、なんすか、確こかのに。変な。なんかわかる気がします。みんな使い始めたら、それはそれでなんかこう、なんか変な感じですけど、まあでも、使ってほしいっていうのはありますね。なんか、でもその時は第一人者としまあて確かに。じゃないですか、こちらからノウハウを共有したいまあと。確かにそうですね。いやー、いいですね。なるほど。今度はその、シューティングゲームなんですけど、それも独学ですか？それとも、なんか。そうですね、独学ですね。まあ、とはいえ、ですね、最初にゲームメーカー触った時に参考にしたのが、名前なんて言ったっけな、日本語の資料で唯一あった、確か初めてのゲームメーカースタジオとか、そんな感じの本っていうか、電子書籍やがばあっい。たと思うん僕ですもよちょっとね。名前がめちゃくちゃお世話になったのに。なんだっけな。やばいやばい。超お世話になったのに。出てこないってのはやばいっすわ。ロッシュですね。ほんとすいまこせん。れだ。無料で始める 2D ゲーム開発、ゲームメーカースタジオ入門。あの人。尾関さんですね。あれ？なんか、ツイッターで知ってる。ツイッターにも確かいらっしゃいますよね。この本がもう基礎中のもうすべてですね。今でも全然、ちょっとバージョン変わってますけど、いけバージるんョン変わってますけどね。でも基本的には使えると思いますですね。ね。確かこれのサンプルゲームにシューティングがあったんですよ。まだすごくシンプルで固定画面のシューティングなんですけども、それを初めてその本読みながら作って、で、これちょっと絵を変えてみよう、変えてみたりとか、ちょっとアレンジしてみて、これが、スタートですね、私の。いやー、もうこれ聞いてほしいですね。聞いてたらもうちょっと、大関さん、ちょっと聞い尾 関てたさん。ら、ぜひ喜んでほしいですね。あんまいないんもうで、そめ、の書め、籍が本当にあ 少ないんで。めちゃめちゃこの本、助かりましたよな。しか、これに、iPhone とか Android へのコンそうバーでトのすよ仕ね。方とかも全部載ってたと思うんですね。基礎は全部これで覚えたって感じですね。日本語仕様ですから。そうですね。先駆者ですいや、これってこの人すごいですよね。よ。これを自分で学んで、いや、そうですね。本に書いとって。本当にすごいと思います。今、たまに更新してたりしますね。なんかツイッターかなんかで。最近のゲームメーカースタジオ2の。ブログも確かなんか書いてましたよそうでね、すちね。ょっと。ああ、そういう人、本当にすごいなと、尊敬しますね。そうですね。なんか、やっぱりこういうふうに、なんていうんですかね、自分の得た知識をしっかりと共有できる人ってなんか素敵だなと思いますね。本当に。いやー、なるほど。じゃあ、その書籍で、まあ、基礎。そうですね。なんか、作ってる時に、その他、なんか別の、
ツールとかなんか使ってたりしましたか？その開発中に。何も使ってないですね。あ、あ、ええー。アセットとかも使わないですし、絵も、最初は、なんか、何でしたっけね、絵は、なんかいろいろ、スプライトとかエッジとかいろいろ使ってましたけど、だんだんめんどくさくなってきて、ゲーメーカースタジオの内蔵されてるのグラフィックスでちょこちょこ描くぐらいになっそうですね。入ってまてすまよすね、ね。ドット絵ツールが、ゲーム。入ってますよね。ああ、いや、あれ結構でも、なんか、ちゃんと機能全部あるじゃないですか、ある程度は。一応最低限揃ってますよね。ああ、面白いですね。なるあほど。の完ツ結ールしてる。も、なんですかね、ちょっと足んないなっていうのもあるんですけども、でもまあその制限されてる中でまあいろいろやってると、なんかその一つのツールで完結しますし、リソースの管理とかも、他のツールで使ったものをインポートしたりとか結構面倒だったりするんで、なんか GMS の中で全部完結するからもういいかなみたいな感じで使ってますね。いや、いいと思います。なるほど。面白いですね。確かに。音とかって、音は頼んでるんですああ、よね。音はそうですね、作ってもらってますね。その敵の配置とかはもう中で書いてあるんですか、その、全プ部ログラコームに。ドですね。はい。なるほど。なんか GMS ってなんかルームがあって、ルーム上にいろいろあらかじめオブジェクト配置したりとか、これできますよね。できます、ででも、じゃあ、あんまり使わないんですよね。ああ。ね、もうコードで、なるほど。結構書く派ですね。配置とか全部コードで、バーって。そうですね。多分でもそれはそのゲームのジャンルにもよると思うんですまあけどそうですも、ね、シューティング、シンプルなシューティング作ってるので、パターン作っといて、それをなんか適時タイミングで呼び出すみたいな感じなんで、多分地形とか多いとそうもいかないですよね。まあそうですね、確かに。なるほど。いや、面白いですね。次なんですけど、次はシューティングゲームについてちょっと勉強させてもらおうかなというか全部シューティングですよね、作ってるゲームは。そうですね、今のところそうですほね。とんどというか、まあ全部。これは、やっぱりもう、大好きだからと言いますか。そうですね。基本は好きだからっていうのはありますね。あと楽だっていうのも正直。楽なんですか？一番簡単ですよね。本当ですか？なんか、こう、製品版とか、まあ、スイッチ版とか作ったときに、やっぱよく聞くのが、その処理の重さと言いますか。あれとかも、なんか工夫とかしないと、やばいのかなと思うと。ありますあります。ああ、やっぱりそうですスイッチに移植する際には、そのまま持っていくと、結構その処理落ちが発生するんですね。やっぱそのスイッチってちょっと非力というか、なんか描画の処理がちょっと弱いような感じがするんですよね。だからそこ、なんかそのプログラム上で、まあ、パソコンとかで作ってる分には全く影響ないようなレベルのものであっても、なんですかね、ちょっとした負荷で、響いてしまって、スイッチ実機だと、ガタガタってなんかその処理落ちしたりとかするんですよね。で、そこを全部直すっていう作業は結構発生そうしでますね。シューティングやっぱ、その FPS をいかに保つかみたいなところは、そうです。めちゃめちゃ重要やっぱそうでですすよよね。ね。はい、そうです。結構その話はよでくも、やっ聞く。ぱ、そうなんでも、結構その、スイッチの処理落ちを改善すると、勉強になるところも多くて、なんかよく見てみると、確かにこのプログラム良くないなっていうのを気づくんですよね。なんか、まあ雑に作ってたなというところがやっぱり出ちゃうんですよね。で、だから、ああ、やっぱ、もっとちゃんと作んなきゃなっていうか、そういう、
そういうのをこう、スイッチが教えてくれるみたいな ところがあります。いいっすね。そのシューティングゲームってやっぱどこが醍醐味ですかね。なんだろうな。難しいですかね。やっぱりその、すごくシンプルで、その、敵を狙って撃って、敵の弾を避けるっていうことじゃないですか。で、それって、なんか、例えばその、なんですかね。私とかすごい何ですかね。日常生活でもいろんなこと同時にできないんですよ。あれとこれ両方やるとかっていうのを、いきなりやるだしと、それ混乱しちゃって、集中できないタイプなんですけども、シューティングゲームってその、まあ、せいぜい考えるのが、同時に考えると2個ぐらいなんですよね。敵を撃つ、敵の弾を避ける、そのぐらいなんですよね。だからそこにすごく集中、単純なんだけどそこに集中できるし、その単純な軸しかない中で、どうやってなんですかね、なんかこう作る面白さみたいなのがあるんですよね。なんていうんですかね。基本表現できないけど。いやいや、でもなんとなく触りました、なんか。あと、なんか私は特に注意してるのが、その、ゲームの中のその、テンポですね、テンポ。なんか、多分、私のゲームプレイすると、気づく人いるかもしれないんですけども、めちゃめちゃテンポ重視になってまして、まあ、ある意味、その音ゲーみたいな感じになってるんですよね。その、敵を倒すと、次の敵がポンって出てくるとか、そういうなんかこう、リズムよく、ゲームの中でリズムを刻むみたいな感じでこう、作っていくっていう、なんかの本で読んだんですけども、あるゲームクリエイターの方が、やっぱりゲームってそのテンポが重要、もう全てだよみたいなことを、まあ、思い切って言って表現してたと思うんですけども、まあ、そういう話があって、ああ、なるほどなと思って、なんで、そのシューティングの中でそのテンポを、特に私の作品の中ではテンポを重視してるっていうのは。結構ハイテンポってことですか、かなり。そうですね。そうですね。まあ、でも、あえてちょっと途中でテンポを、ちょっと休憩させたりとか、まあ、そういうのも入れたりとか、そうですね。まあ、確かやりにますけども。シューティングずっと来ると確かに半端ないですね。もう、多分 疲れちゃいます。疲そうでれすちよゃう。ね。ですよね。確かに、そのペーシングっていうのは結構効きますね。どの、シューティそうングですにね。限らずも全部多分かなりあると思います。多分そうですね。でも、そのさっきの音ゲーって話してて、確かにこうテンポよく敵倒していくの気持ちよさそうですね、なんか。そうでそすれね。は、で、かつ、まあ、一つか二つ、なんかこうシンプルに考えて敵倒せるんで、なんかこう、なんですかね、ある種のちょっと簡単なストレス解消になりそうなそうですね、そう気でがしすてね。て。まあ、だけどでも、そのなんか、やっぱスコアみたいなところ狙ってくるとめちゃくちゃ奥深くなるみたいなああ、そうですね。感じがあって。やっぱり、その、初心者から上級者まで楽しめる方法って何かなって考えると、まあ、より頑張ればスコアが確かに。稼げるとか、そういう要素を入れておくと、まあ、幅広い層で楽しんでくれる確かにかそと。うですね。いいですね。まあ、それだけでも昔すごい流行って、大会までやってるっていうのがちょっと衝撃なんですけど、本当に。大会ややっるてんましただっよ。て、全国的にやってましたよ。マジっすか？ハドソンっていうゲーム会社、昔あったんですよ。あそこがやってますよ。ちょっと、そんな、全然勉強不足すぎて、ちょっと シューティングで大会やってたんですね。そうなんですよ。なんかこう、やっぱシューティングにおいて、まあいろいろここは大事な要素みたいなのあるんですけど、なんかこう、これ欠かせない要素みたいなのってなんかありますか？それテンポですか、やっぱり。そうですね。私はテンポだとテ思ンってるんですポ。けども、それ以外で言うと、やっぱり、赤井の爽快感とか、ですかね。まあ、それは別にアクションゲームでも一緒だとは思うんですけども、まあ、手触り感みたいなのがきっと重要ですよね。なんかそういうこう、の、
遊んだ時に敵を倒した時になんかその部隊を全部倒したらいきなりこう報酬みたいなのバーって出て、流れ気持ちいいなって。はい。一人でも伸ばすともらえないみたいな。あ、舞台ボーナスみたいなのがあって。で、結構よく見るんですね、シューティングで。なんか、やっあぱ、るかもしれないね。はい。なんかそれってのは、やっぱ過去作のなんかシューティングにみんなすごい、やっぱかなり影響を受けてて。めちゃめちゃ受けてますあ、マもん、ジっすもうか。それぞれ。はい。なんか具体的結に、局、どんな感じのゲーム？具体的には、もう全部なんですけども、特に、表的なもので言えば、はい。有名なやつで言えば、はい。スターフォースっていうシューティングゲームが昔ああ。はありまして、いまあ、それ本当シンプルに撃って、はいはい。はい。はい。敵を撃って避けるっていう、そういうのがやっぱベースとしてはありますよね。あとは、これはですね、ザナックとかですね、アレスタとかっていうね、そういう結構シューティング世界で有名な、ゲームがあるんですけども、まあそういったゲームって本当すごくシンプルで、特にそのザナックとかアレスタっていうのは、その敵倒すとポロ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 その、なんですかね、アイテムが落ちていくんですね。で、そのアイテムをたくさん拾っていくと。敵を倒しながらもアイテムをこう拾っていくみたいな。ね。なんかよくわかんないですけど、そのアイテム拾うっていう行為だけでなんかちょっとこう気持ちいいじゃないですか。あ、確かに、そそういううですの、ね。そういうのって結構重要だったりするんですよね。この、なんか僕ちょっと、もうマジでシューティングにちょっとハマろうかなと思ってて。これだけはやっとけっていうシューティングゲームって、やっぱりそのザネ、なんかザナックとかアレスタとかああ、はやっといた方がいいですかね。ザナックがいいですけど、多分今だとなかなかプレイすあ、る環そも境そが、もないんですか。ないですけど、あれかな。スイッチだったらアレスタコレクションっていうのが出てるんで、あれああ。は結構いいですね。そのアレスタっていう昔のゲームを何本かパッケージで入ってるんですけども、あれはかなりおすすめですね。昔のゲームですけど、今でも全然面白い。結構、昔のゲーム僕結構好きで。やっぱ、しかも、まあ、その昔の方がまあ流行ってたわけじゃないですか、そのシューティングゲーム、大会までやるぐらいなんで、そうこでのすゲームちょっとね。やっときたいなっていう。なるほど。逆に、最近のゲームってなんか、いいなって思うシューティングゲームとかってあるんですか？最近のゲームとかって。最近、あんまり出てないんですけど、なんですよ、なんか新作出てないんですよね、あんまり。個人では出てた人もありますけども。なんだろう。ブリトラかな。ブリトラっていう、横スクロールのシューティング、これ、スティームで出てるんですけども、めちゃめちゃ面白いですね。マジっすか。多分、今、シューティングゲーム作ってて、一番面白いゲーム作ってる人だと思うんですよね。マジっすか。これちょっとめっちゃ遊びたくなってきましスティームでも出てるので、ちょっとチェックしてみるといいああ、かもぜしひれないぜでひ。すね。じゃあちょっと結構、最後まとめと言いますかね。なんかこう開発してるときに、特になんかこう大切にしていることってなんかあったりしますか？そうですね。なんかその完成形をこう、なんですか、イメージしながら、まあ、作業するっていう感じかと、すごく大切にしてますね。なんか、やっぱりゲーム作ってていろいろ詰まることとかってあるじゃないですか。で、まあ、ですが、まあ、それは当然と考えて、とはいえ、まあ、最終的にこういうスタイルにしようっていうのは、なんとなくこう、浮かびながら、ゲームってそのメインのとこ作るだけでいろんなめんどくさいことたくさんあるじゃないですありまか。すね。UI 作ったりとか、なんかその言語の切り替えとかどんどんって あるじゃないですか。りますそういうのね。もなんか作業的な部分も、じゃもう当然あるので、まあ詰まったらそういうところをどんどん作っていくとか。やって、なんか全体としてのこう、進捗を止めずにこう、完成形に近づいてんなってやってると、こう、モチベーションのこう変化があったとしても、
なんですね、ちゃんとこう前に進められるし、完成にたどり着けると思うんで、いえ。なんかその最後の完成形をイメージして、メインのとこだけじゃなくて、いろんなとこも含めてこう、仕上げていくみたいな。なんか面白いです。メインで積んだらサブのタスクやるっていうのはちょっと面白いですね。ちょうど息抜きにもなりますし、ちゃんと進捗は進むんで、確かに。そうなんですよ。なんかちょっと、こういう言い方すると、ビジネスライクな感じはしますけども、それがなんか、インディーゲームの開発に向いてるかどうかちょっとわかんないですけども、私の場合は、多分、もともとシステム屋さんっていうのがあるので、そんな感じになっちゃってるんだと思うんですけども、でも早いじゃないですか、かなり。でもそれは多分その考えがあるからなのかなと、ちょっと。多分そうでしょうね。仕様とかでも最初からもう完全に決まった状態で進むんですか？それともなんか途中で、もう最初に決めもうたイメージはもうほぼ変わらないみたいな。全然変わります、本当途中でで。すか？ 変わるんですか？ 変わります。変わるんですね。多分皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、まこずう、そのゲームのなんかコアになるその面白さみたいなの見つけて、これいけそうだなと思ったら作り始めて、みたいな感じで、多分コアになる部分がちゃんとできていれば、そこから作っている中でいろいろもっとこうした方がいいんじゃないかっていうのは当然出てくるんで、そこはもう柔軟にやった方がいいんじゃないかなっていうふうには思いますよね。なるほど。いや、それでも、速度速いなって思うんで、なんかあるのかなって。多分あれですよ、え？作ってんって死んじゃう人なんですよ。もうほんと毎日もう絶対なんか作ってますか？大体そうですね。いいですね。それはセンスかもしれないですね。ずっと続けられるってのは。いいですね。でも本当、思うんですけど、いろんなスタイルあると思うんでまあすよそうでね。すね。いや、それは私そうだはと思いまたす。またまそういうスタイル取ってますけど、こうやってよく見てると、やっぱり、じっくり作ってる方もたくさんいて、いや、そこが、ね、そのこだわりっていうのこだわりなかったら、そのインディーゲームって作れないですし、そこはめちゃめちゃ重要なことなんで、そういうスタイルも本当大切にしたらいい方がいいと思うんですよね。いや、そうでだすから、ね。なんかこう、だから私は数は出してるけど、別にそんな売れた作品なかなか出せてないんで、いろんなスタイルだと思います。確かに。そうですね。いや、本当そうだと思います。なんか話聞いてると、やっぱみんなそれぞれ作り方違ってて、なんかやっぱ自分に合ったスタイルで作っていくっていうのが大事ですね。たまにはなんかそうで違すうスタね。イルに挑戦してもいいかなってのはちょっと思ってたりしてて、もしかしたらそっちの方が合うパターンがあったり。そうですね。別にゲームって、私の場合ですけど、何本作っても別に上限はないのそうで、ですね。っていうのが、ただ、あんまやりすぎて飽きられちゃうっていうのがあるんですけども、そこは注意しなきゃいけないんですけども、別に上限はないよっていうところは、大きな、なんですかね、特徴だと思うんで、そこは活かしたいそうでなっすていうふうね。に思うんですよね。いやー、ありがとうございます。なんかもう僕もちょっとなんかスタイルをちょっと滞ってる時がたまにあるんで、なんかこう、環境を変えたり、何かスタイルを変えたりしていこうかなと思ってます。まあまさにこの本当いろんな方の話とか聞くと、そんなスタイルもあるんだというか、そもそもそれありなんだみたいな 話とかも聞くんで。そういう意味ではこの番組はいや、いそうですろね。いろ面白いですね。いろんな人と話聞いありがとうございて。ます。じゃあ最後、その今後の目標みたいなのを聞いて終わりにしようかなと思うんですけど、どうでしょうか？今後も、私はゲームを作ることが好きなので、作り続けられるように頑張りたいと思います。なので、そのためには、なんですかね、時間も、それなりに多くかけてるので、ちゃんと、持続できるぐらいの、結果を出せるように、ちょっと頑張りたいなと思います。今後ともよろしくお願いしまいや、す。お願いします。皆さん、買ってください。
スイッチパン、エイジングラス。ください。よろしくお願いします。はい、では、こんな感じで、披露にしようかなと思います。本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。